この大会に出るには勝って出たいんです、うん、そう話して今大会臨んだ石川、2年ぶりのツアー優勝を果たしてこの舞台に帰ってきました。石川遼、6年連続6回目の出場です。今加藤君と風はどっち行ったら右から斜めフォローですよね、言ってましたよ、画面の表示でもやはりフォローの風が少しやっぱりかなりまた強く感じますね。あ、はい、今その寮にとっては追い風でいいんじゃないの、うんうん、どこまで持ってくるかこのティーショット。そうですね、上空4メートルから5メートルの風、マイクいいショットですね。あ、そうですか。フェアウェイから軽いドローでいいと思います。これはまた距離が出そうな、あ、さらに転がっていきます。これどこまで行きますかね。これ今175ですよ、そのマークを超えてここまで飛ばすということはここまでなかったですからね。青木さん、今週ドライバー界でやはり前よりもちょっとライナー気味の強い球になってますね、うん、なんか新しいデザインで、はい、なんか打ったら10ヤード15ヤードの飛ぶようになったって言ってるんで、はい、低くても別に取ったことないんですね。そうですね。改めてこのスローでご覧いただきますが、これだけの飛距離を生んだこの石川のティーショットでしたがね、いいターンしてますね。肩も頭も上下運動してないし、いいターンしてますよ。やっぱり自信持ってる時ってのはこういうもんなん